はい、どうも、つったり TV エビでございます。アシストフックを作ろうその2でございますが、今日はこちらアシスト P ってやつですね。これを使って、新たなアイテムがこれニードルですね。これを使います。で、前回やったね、結ぶだけの簡単アシストフックよりもちょっとステップアップしたやつを作っていきます。で、アシストフックをちょっと作る前に一つ、お話というかですね、フックのサイズなんですが、例えばこれ、30g コルトスナイパーイワシロケットというやつですね。まず長さなんですが、長さはだいたい半分より上ぐらい、半分よりちょっと上ですね、3分の1と半分の間ぐらいがいいかなと思います。長さはこのぐらいを、まあ目安にね、フロントフックの場合ですね。で、今度大きさなんですが、ジグの幅とほぼほぼ同じぐらいがいいかなと思ってます。で、これが、ジグの幅に対してフックが太すぎ、広すぎる場合ね、こういう風に抱いちゃいますね。なんで広すぎず狭すぎず、ちょうどジグの幅と同じぐらいのフックのこの幅ですねがいいかなと思います。これだとちょっと広いかな、ちょっと広いかな。まあダメじゃないですけどね。こうやってがっつりねかかってしまうんですよね、広すぎると。それが同じぐらいの幅だとね入らないんで、縦向いたら入りますけどね、この場合はすぐ抜けるんで。で、長さとサイズね、針選びの時はちょっとその辺を気にしてみるといいと思います。さあ、じゃあ作っていきましょう。さあ、じゃあ用意するものはこれ、アシスト P、今回は80ポンド、それからこれね、ニードルの小、まあ小とか小小とか細とか極細とかね、まあメーカーによって呼び方いろいろあるんですけど、小です。で、あとは今回ねちょっとティンセルをつけていこうと思うんで、束にしたティンセル、それから、使用済みの細い PE ライン、これはね、石糸という糸の代わりをこれでやります。で、肝心のフックなんですけど、今日使うフックはこれ、刃マダイ12号、これはね缶付きじゃないんですね。ここ平べったくなってるね、穴の開いてないフックです。これを使います。はい、じゃあまずね、作るアシストフックの長さを決めてきます。例えばこれブルーブルーのフォルテン TG、 これにねアシストフックを作っていきたいと。じゃあどのぐらいがいいかな、このぐらいかな、半分以下なんで、半分よりちょっと短めぐらいなんで、このぐらいかなと。だいたいジグを合わせるとやりやすいで、だいたい目安を作って切ります。
切ります。そしたらこれね、中に、芯が入ってるんですね。これをゆっくり、これが芯です。ゆっくり引き抜いてあげます。これはね、もう使いません。ただ中がストロー中空になりました。で、ど真ん中から半分に折ります。ど真ん中から半分に折って芯を抜いた糸の片方からこの中にね、通していきます。このニードルをゆっくりゆっくりね、ゆっくりゆっくり通していって、この折り返したてっぺんで抜いて出してあげます。今この状態ですね。出してあげます。はい。で、ここで今度スプリットリングをかませます。ここね、反対側からスプリットリングを入れときます。あー、落ちた。はい、スプリットリング入れときます。こんな感じ。はい。で、これね、細いんで見えるかな、鍵状になってて、このニードルね、蓋ができるようになってます。なんでスプリットリングを入れたら、この鍵のところにちょいっとこう引っ掛けまして蓋をします。で、この抜いてきたところに今度またこう戻してあげますね。引っ張ってゆっくりゆっくりやっていってください。これね、力任せにぐいぐい引っ張ると途中でスポッと抜けちゃうんで、ぐーっと送ってあげる、下から送ってあげながらニードルを引っ張ってくると。はい、抜けてきました。抜けてきましたね。で、ここにスプリットリングがしっかり噛んでる状態ですね。で、これで今ね、ストロー状の内側にもラインが入った状態ですね。で、これでちょっとこうラインをね、こうしごいてなじませてあげると。はい、これでベースのラインが完成しました。じゃあ今度これに針を乗せていきます。さあ、じゃあこの作ったラインにね、針を乗せていくんですけど、メタルジグってね、まあほとんど形状一緒なんですが、アイが縦についてますね。で、スプリットリングをつけてこうかましていくんですね。なんでこのソリッドリングとを横にしてこうラインを乗っけちゃうと、スプリットリングにかました時に針が横向くんですよね。なんで乗せる時はソリッドリングを縦にして、ソリッドリング縦にした状態でこう針がつくように、針をつけた時にソリッドリングが縦を向くようにセッティングするのがいいかなと思ってます。やっていきます。で、まず、このぐらいの位置、だいたいこのぐらいの位置に乗せるよっていうのを決めますね。で、
真ん中からこのラインにぶっ刺します。老眼がね、進行し始めてね、なかなか見えづらいんですが、よいしょ、はい、刺します。で、これね、もう一個注意、こっち向きはね、ダメです。わかりますかね、こっち向きはよろしくない。必ず針の内側、内側っていうのかな、この針先がある側に糸を乗せてください。これがベストです、針の向きね。で、スプリットリングの、ソリッドリングの向き、はい、で、ここまでできたらこれね、古くなった P ラインこいつを巻きつけていきます。こっち側で端っこ押さえといて、まずは軽くぐるぐるぐるっと、軽く巻きつけていって、この時にラインの向きね、ここのアシストラインの向きを調整してあげてください、はい、で次、瞬間接着剤、仮巻きをある程度したら瞬間接着剤をちょちょっとつけてあげて、ピンセルね、束にしたピンセルを乗せます。この時にね、ピンセットかなんかあるといいですね。こうやって乗せます。で、ここからさらに巻きつけていきます。ぐるっとぐるっと、ここからね、本巻きです。ぐる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 巻いていきます。で、これ巻きつけるときに、このね、糸を巻く用のボビンがね、売ってるんですけど、今日は手巻きでやってきます。まあ、ボビンで巻く方がね、綺麗に巻けるんですけど、今日はとりあえず、お手軽にとりあえず作ってみようっていう回なんで、極力道具を使わずにやっていく。この青いね、アシスト PE が見えなくなるぐらいしっかりしっかりね、とテンション割とかけながら密に巻いていくのがいいです。はい、いいでしょう。はい、そしたら最後に、ここね、ハーフヒッチ、ハーフヒッチでエンドを止めていきます。グッと、はい、で今度は反対側から1回、グッと、もう1回ぐらいやっておきましょう。まあ2回やればいいと思うんですけど、
念のため3回グッと、はい、これで完成で、エンド切ります。で、こっちね、反対側、こっちも切っときましょう。はい。ちょっと炙って、ほつれないようにしときます。で、最後。瞬間接着剤をまんべんなく塗って固めます。これで完成です。ほい、できましたね。ピンセルの長さは後で調整します。まあなくてもいいですね。あのピンセルあってもなくても、これはね、好みだと思います。はい。パイパン好きな人は、なくていいです。ね。僕は程よくある方が好きなんで、程よくつけておきます。剛毛好きな人は、ボッサーつけてください。はい。はい。ということで、前回はね、太いピーラインを使って、外掛け結びで作っていきました。で、今回は、アシストピーを使ってね、ニードル、これを使って、もうちょっと強いやつね、作っていきました。これが、まあ今日作ったやつね。まあ、ティンセルついてるのはこれ前作ったやつなんですけど。ね、これが太ピーで作ったやつね。で、まあこういう2種類作り方があります。でこれを応用していくと、こういうねダブルが作れますよとか、もっとここ短くしてリアフックを作ります。リアのシングルとかね。であとはティンセル付き、ティンセルなしっていう風にね、いろいろ長さとか形をね変えながら、バリエーションね作ることができます。であとこういう風にね、熱収縮チューブを使って、結束部分をねさらにガードしてあげる、こういったこともできます。で、メタルジグってね、こういろいろ形大きさいろんな種類があります。これ全部 40g 同じなんですが、真ん中はちょっと大きい 42g ね。これまあ 30g ですけど、まあいろんな種類いろんな形があるんで、それに合わせてフックの大きさだったり太さだったり、あとはこのラインのね長さだったり太さだったり、自分なりにいろいろね考えて作っていくのも楽しいと思います、ね、海で竿を振って魚をかけるっていうね、それ以外の釣りの楽しみ方としてこの小物の準備っていうね、自分で作ってみましょうよっていう、そういう回でございました、ね、雨が続くこの時期ならではなんでね、せっかくなんで皆さんも作ってみてはいかがでしょうか。ということで、アシストフック作ってみようでした。ではまた。バイバイ。